はい、ともゆたです。今日はメントスコーラをやってみたいと思います。っていうのは嘘で、今度ってか、これから、今日ちょっとね、番組の撮影があって、桃宮内さんとね、一緒に出るんで、ちょっと一緒に洗車場でね、ちょっと洗車してたんですけど、実は桃宮内さんと会ったことあるんですけど、 GDB 生で見たことないんで、ちょっとね、ちょっと抜き打ちチェックしたいと思うんで愛車の方もちょっと見させてもらいたいと思います。はい、じゃあ久々の桃宮内さんとお会いしたんで、久しぶりです。久しぶりです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ初めてなんですよ。そうですよね。桃宮内さんの丸はよく見えます。そうですね。GDB はもう YouTube でしか見たことないんで。生宮内さんで。生宮内。ちょっと見させてください。はい、どうぞどうぞ。前多分石崎さんのチャンネルでも紹介されてたとは思うんですけど、ちょっともう一回、はい、そんなに大きくやってないのであれですが、いや、はい、綺麗ですね。そうですね、もうなるべくめちゃくちゃ綺麗綺麗なのを維持できるように頑張ってます。洗車もめちゃなんかこだわってますもんね見る感じ、趣味が洗車みたいな感じになってる。この BBS のね、RIA でしたっけ、うん、RIA、 うわかっこいいな、一目惚れで、めちゃくちゃいいっすね。高かった絶対高いっす、これは。一番高いのは多分これじゃないのかないいな、すごい、もう見た目は本当このままが好きなので、いいですよね、あんまり純正を崩さず。そうですね、なるべく。あ、コーラがある。なんか、あ危ない。危ないやつこれ。あれだね。あれ、これじゃあちょっと車の中でやっていいですか。ゆたさんの車にもあるじゃあゆたさんの車でコーラをやりません。本当、電子の割には、いや、本当綺麗ですね、うん、そうですね、めちゃくちゃ綺麗。車内とかも結構車内見てもいいですか。あ、どうぞどうぞ、開けてもらって座ってもらって、韓国こっちからだ、失礼します。え、ちょっと俺座ってみてもいいですか。あ、どうぞ。 GDB 座ったこともない。鍵うるさかったら抜いちゃっても。ああ。よいしょ。ゲストさんが乗ってる。これ純正ですか。シートは違います。はい。レカローの。あ、セミバッテか。SR6。SR6。はい。パーソナル同じ。種類は違うけど同じパーソナルの。これあれか、インタークーラーの、そうです、ウォータースプレーが、うわー、やっぱ走る車だな GD は、うん、ちょうどいろいろ頑張ってた頑張ってた時ですもん ね、 そうですね、 VAB は限定車しかついてないから、ね、あ、そうなんですね。そうですね、すごいな。締まりがなかったこれ純正テールですもんね。そうです、綺麗だな、うん、ピカ。さっきバックランプ見たんですけどめちゃくちゃ明るいですね爆光です爆光 LED で、そうなんです、
あれはいいですね。もともとのやつだと全然見えなくて。ああ、ですよね。明るいに越したことはないかな。はいはい。この羽純正ですか？そうです。もともとの純正です。本当は好みは F203 の、はい、あの羽、GT リングが好きで、はい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 、探してるんですけど、なかなか出ないですね、あれは。高そうですね、あれ。出ても高い。マフラーは柿本でしたっけ？はい、柿本が入ってます。一本出し。一本出しです。女の一本出し。この剣の太さがいいですね。いいですね。太いのが好きですか、やっぱり。太いのがいい。さあ、行くぞ。マフラーの話ですね。マフラーですよね。マフラーの話。変な話してないですよ、はい、僕。あくまで。ちょっと助手席も乗っていいですか？あ、はい。純正シートになるんで。純正シートは、あ、パスだ。なかなか座りにくい。腰が痛くなるって言って。おいしょ。純正シートでもホールドあるな、結構。そうなんです。やるじゃないか。ただこの足元のこう下が短いんで、あ、ここが、あ、長時間運転してると腰が痛くなってくる。ああ、なるほど。多くてシート、運転席の方は変えてあります。なるほど、本当だ、全然違う。そうなんですよ。ちょっと抜き打ちチェックしたいと思います。え、待って、だってさ、ちょっと止めよう。さあ、行くぞ。私の人じゃないよ、絶対。あら。これ本当。これは何でしょうか。これなんですかね。マッサージ機ですかね。肩マッサージするやつですね。そうですね。そうですね。いたって普通のマッサージ機ですね。そうですね。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。急に抜き打ちチェック始まるから。はい。なんだこれ。いや、でも普通のマッサージ機ですよ。あ、そうでしたね。勘違いしちゃった。危ない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 。こっちのドアは結構締まりが良かったですよ。じゃあこんな感じでちょっと愛車見させてもらいました。ちょっとなんかよくわかんないこと、なんかちょっと怪しいのありましたけど、あれよくわかんないけど、まあこんな感じでちょっとこれからね、撮影にね、そうですね、行くんでそちらもお見逃しなく、楽しみに。じゃあ以上です。またねー。バーイ。